皆さんのもピーマンドです。本日から松坂大輔のレジェンド物語始めていきます。このシリーズは平成の怪物松坂大輔を操作して日米200勝を新たな年号令和が始まるその前に達成目指し戦います。この動画現在4月の5日に撮影しているんですけども、令和5月の1日から始まるんですよね。なのでこのシリーズはその令和が始まる前の4月の30日にはどういう形であれど終わらす予定です。可能性はいろいろとありますよ。例えば目標にしている日米200勝を達成して終えることもあれば、あとちょっと届かず終えることもあるでしょうね。はたまた一度も一軍で投げれずに、あのソフトバンク時代の松坂のようなバッドエンドを迎えてシリーズが終了していく、そういう道もあります。どの道を選択するかというのはプレイヤーのピーマン次第ですからね。このシリーズ開始前の松坂大輔の日米勝利記録は164勝となってます。この記録はね、2018年の中日ドラゴンズでの決成績というものは含まれてません。2017年終了時点の公式記録になりますのでね、ですからこのシリーズでは残す36勝を限られたキャリア時間の中で上げていくというね、もう激ムズ、やる前から無理じゃねって思ってる俺もいるんですけども、ただやっぱ平成を盛り上げたこの平成の怪物で、日米の200勝というのは必ずこの平成が終わるその前に達成しておきたいことなのでね、これから松坂大輔を使い戦っていきたいと思います。2017年11月契約更改。おお、なんかすごい部屋からのスタートだね。オーナーだ、契約更改お疲れさん。君には本当に期待しているからな。嘘つけよお前。そもそも中日ドラゴンズはテスト入団の男ですよ、松坂はね。誰も期待してなかったよね。こんなん取ったのは失敗だって解説者とかいろんなやつ言っとったよ。俺含めて言うとったけどね。まあまさかあんな復活があるとはね、予想外でした。で、ファン人気もやっぱ高いスタートだね。1万5000人がいる状況からのスタートなんで、まだ応援してくれてるファンがいるんならば、ファンのために日米200勝必ずね。来年こそはオーナーであるわしを喜ばしてくれよじゃねえよお前。37歳のおっさんに何求めてんだお前。日本に戻ってきたら一生もできてないやつだぞ。そんなやつに来年喜ばしてくれっておかしいだろ。どんだけ他のやつがあかんねんっていうね、なんか中日の暗黒さ加減が伺えますけどね。お、奥井も出てくるんかい。これもちょっと知らなかったな。てっきりオリジナル選手の時のみ奥井が出てくるのかなと思ったらね、憧れ選手モードでも奥井が来るらしい。せっかく同期の奥井が顔を出してやったのに、ってことは松坂世代でお前も37歳?ちょっと待てよ、なんだそれ。え、じゃあ奥井の能力どんな感じなんだろうね。結構強いのかな。ほんでこれまでの実績とか気になるよね。37歳なわけですから、これまで実績があるからここにいるんでしょ、松坂大輔と一緒にね。ちょっとまた後で確認していきましょう。2018年2月1日キャンプ初日ですね。ここで毎年やっぱ能力を上げていかないと、衰えに歯向かっていかないとね。ガヤガヤしとる、弱いのに。あ、ルーキーの挨拶。石川、ポジションは投手です。鈴木博士、ポジションは投手です。全員投手じゃねえか。まあでもみんなライバルになりますよね。37歳のこちらおっさんですけど、負けるつもりはねえぞ。レギュラー選手は昨年以上の成績を、控え選手はレギュラーを奪うつもりで練習に取り組んでほしい。じゃあ今から1軍2軍の発表を行うぞ。今ここが一番気になるところよ。松坂大輔はどこからのスタートになるの。2軍かー、マジで。まあしゃあないわな、ソフトバンク時代のあの結果があるんだからね。そら1軍では投げらさんよな、始まりはね。ただキャンプで、キャンプが終わったらオープン戦、ここで結果を残せば開幕1軍はぐっと近づくぞ。キャンプが2軍というだけで、開幕はまだ1軍で迎えられるチャンスがありますから、今回の動画実況1回目はオープン戦の戦いをプレイしていきます。そこで松坂大輔、この2018年シーズンを開幕1軍で迎えられるかどうか注目して期待してくれ。じゃあ先ほども言った通り、まずは奥井の能力と実績というものを確認していきましょうかね。あ、ほんで二神もいるんですね。マジか。じゃあ奥井からどんな感じ。よわ、何これ。え、37歳ですよね。あ、36か。いやいや、なんでこんな低いスタートなの。え、よくここまで生き残れたね。これまでのプロの実績は。
ないんかい。なんじゃそれ。なんなのじゃこいつ。意味わからん。てっきりね、こういう年齢からのスタートですから、もちろんこれまでの実績があったからこそいるのかなと思ったら、どうやら違うんですね。これはもうオリジナル戦士で始めようが憧れ戦士で始めようが同じで、奥井は登場して能力はこれからのスタートになるんですよね。あ、そうなんだ。それ初めて知ったわ。なんでお前が今ここにおんのかわけわからんけどね。で、二神に関しても同じでしょうね。プロでの実績というものもなければ能力もこれですからね。固定なんだね、どの年齢で始めようがあれしようがね。こんな奴らが同期でいて、それでいて松坂世代、こいつら松坂世代の汚点やろ、マジでね。骨でだけで生き残ってるようなプロ野球選手ですから、なんか嫌いになってきた、この二人のことね。まあ、ええわ。あいつら二人のことは無視して松坂大輔がどうするかですからね。さっき見た通り、まずはキャンプで能力を上げていかないとね。先発ピッチャーに一番大事なものっていうのはスタミナです。もうこれがなくなったらですね、長いイニング投げれない。そうなったら、勝利投手の権利すら得られなくなるからさ。だから、まずはそのスタミナの部分っていうのを衰える前にさらに上げていかないとね。2月の22日、これがキャンプ最終日ということになりますね。これも練習していきたいんですけど、この後すぐオープン戦が始まるので、オープン戦に控えてこれ体力ちょっと残しておいた方がいいと思うんですよね。この体力っていうのは投手に関わってきます。試合に関わってくるんでね。この状態で迎えたらいきなりスタミナのない状況で投げ出されることになりますので、はい。なので最後はもう練習はせず、休息で体力万全な状況を整えて勝負のオープン戦ですね。やっぱここでずっこけたら2軍スタート、そうなったら日米200勝がだいぶ遠のくからね。開幕は必ず1軍でなくてはならない。必ずね。中日ドラゴンズの優勝に関してはね、もうそれ一人でできることではありませんからね。目指せ開幕1軍が発生しました。どのようなミッションなのか確認していきましょう。目指せ開幕1軍、難易度は2で、オープン戦中に登板した全試合を無失点に抑えるって、お前それエースに求める内容じゃねえか、結果じゃねえかよ。無失点か。それでいて3試合も登板するからね、何イニング投げるんだろう。オープン戦ですから、まあ3か2くらいかな。合計6か、それくらいをゼロで抑えるっていうのは、まあ非常に難しいことですけども、それをできないやつは開幕1軍で迎える資格がないということらしいのでね、やっぱ過酷なミッションです。クリアできるかどうかっていうのはあんま自信はないですけども、クリアしないと開幕1軍を迎えられないんだから頑張っていきましょう。まず1試合目の登板はロッテ戦ですね。まあ打線的にはそこまで強力なチームじゃないので、いきなりそのね、元古巣のソフトバンクとかそういうものが来なくて助かるね。まずはこのロッテ打線を抑えていく。何イニング投げるんだろうね、ちょっとそこが分かんない。投手でもマイライフは最近やってなかったから、今作ではこれが初めてなんでね。緊張してきたわ。抑えれるかしら、不安になってきたわ。いや、始まる前からずっと不安だけど、その不安がより一層なんか高まってきた。でもダサい平成の怪物をお見せするわけにはいかないでしょ。オープン戦でね、ファンも集まってるんだから期待を裏切るなよ。行こう。まずは1回の表、スタミナもね関係なく、ちょっとズバズバ全力ストレートとかも投げていってもいいかもしれないね。後先考えずに。そらね、先発ピッチャーっていうのは本来5回を投げるのが仕事ですから、5回以上投げることがね。だから全力ストレートもそんな多投してちゃ後が持たないんだけど、この場合はやっぱオープン戦なんでね、目先のバッターを抑えることだけ集中してやっていく方がいいでしょう。先頭バッターは扇。は今能力ちらっと映りましたけど、そこまで大した能力ではないので、あるよ、チャンスは。チャンスはというか、こういうバッターを抑えないことには、セリーグの強打者たちを抑えられないからね。厳しいよ。はい、カットボール。この変化量がいいからね、松坂。でもこれは危ない。いきなり内野安打で出塁許すとこだったぞ。気ぃつけて。失点したらアウトやからね、内容とか関係なく。1点でも失点したらアウトというね。どんだけ今の平成の怪物に期待しとんねんっていうね。全盛期の松坂大輔にそれやれって言うなら分からんこともないけどね。素晴らしい三振だ。 OK、 まあ衰えた松坂でやろうじゃないか。中日のオーナー首脳陣の期待に応えてやろうじゃねえか。真ん中、こういうことやっておくと日米200勝は絶対無理ですよ。せっかく3球三振取った流れで、ああいう1球が必ず生まれる。俺がやるパワープロはね、
ここでパワーがあるドミンゲス、まあ、つってもパワーしかないっていう言い方が正しいけどね、まあ、さっきのような嫉妬は必ず投げてはダメだね。逃してくれないよ。よし、やっぱこのカットボール、おお、ファル、いやいいよ、かなり曲がってるからね、バッターも当てづらいと思う。投げました、カットボールはボール。だ、もう一球なんかスライダーかなんかついててほしかったね。カットボールだけじゃきついわ。これもね、カットボールで外逃げる、オーケー、切れ味抜群。これで柳田からアウト取ったんだもんね、リアルな松坂はね。これをゴリゴリ押していきましょう、このシリーズでもね。ひとまず1回ゼロ、ちょっと危ないシーンもありましたけどね。完璧な嫉妬も投げましたけど、おわー、これが主人公の力なのかもしれないね。初回から打線爆発の6得点、何が起こったんだこれよ。すんごいことになったね。見ていきましょうか。先頭バッターの谷は凡退で、阿部も凡退、え、でもその後フォアボール、ヒットヒットヒット、ホームラン、グランドスラムだね。で、その後もホームランで、合計6得点。なんかすごい点の取り方してるね。やっぱ勝利を挙げるためには、チームの力というものも大切になってきます。某球団の某ピッチャーは防御率1点台でね、負け越した時もあったんだからね。あのピッチャーですよ。だから、あのピッチャーのような負け運を抱えてたら、内容が良くても結果が良くてもなかなか勝てずに苦しんで、日米200勝届かず、このキャリアを終えていく。そういうこともあり得るんじゃないかな。まあ、でも今のこの中日ドラゴンズの打線を見てる感じ、いきなりこの援護ですからね。なんかオープン戦から本気出しすぎないような気がする。シーズンちゃんと迎えられますか、不安になってきたんですけどもね。まあでもいけるんじゃないかな。で、空振りも多く取れるね。難易度はパワフルなんですけど、なんか気持ちよく空振りが取れてるんで、ここまでは順調そのもの。あのど真ん中以外はまとも打たれてないしね、気持ちいいですね、これ。わー、ちょっともうまたこのシュットぶつけんなよ。いや、コントロールの悪さから来るものなのかしらね、こういうのは。おい、で、送球、もうドラゴンズボール開幕かい、オープン戦から何してんだよ、お前。2人連続でミスってんじゃねえか、送球をよ。怖え、このチーム。あ、よかった、はい、これでアウトで失点はなく、もちろん失点ですからね、自責じゃないんだから。エラーでも失点しようがアウトという、もう本当理不尽なミッションを今やれってね、クリアしろって求められてるんだからね。本当にヒヤヒヤで、2回投げたがこれで終わりかな。3回はあるのかな。あ、ないですね。なのでオープン戦3試合は1試合2イニングずつ投げること、計6イニングですね。その中でゼロで抑えろってことだ。で、その後も打線は得点を取ってね、10得点を記録している。オープン戦やで、大丈夫なの。なんかオープン戦で得点取るチームほどなんか弱いわ、シーズン始まったらね。実際のプロ野球も開幕したけどね、うん、そういうとこあるよね。阪神結構オープン戦調子良かったような気がするんですけども、あんな感じですよね、今ね。広島とかもそうですよね。調子良かったチームがなんか軒並みにあんまいい結果出せてないんでね、この結果なんかあんま喜んじゃダメなような気がするけどもね。まあでも、まず1試合目を抑えられたこと、そこは良かったかなと。まあ、相手がロッテ打線という、そこにも助けられたけどね。これなら開幕1軍もあるかもしれないぞ。あるかもではなくて、あるんです。ある話を今進めてるんです。そこを目指してるんだからね。続けてのオープン戦2試合目は巨人戦ということになります。まあ巨人は結構打線が強力だからね。ほら見て、まあ、1軍メンバーっていうのはほとんど入ってないですね。2軍メンバーで組まれてるオーダーですけども、4番の陽大監督はパワー待って広角打法がついてたりするんで、そこがね怖いよね。一発で1試合目の好投が台無しやからね。まあ先ほどのような失投を必ず投げないようにしないとね。いこう、この試合も2イニングを予定してるからね。平成の怪物で抑えるぞ。バッターは吉川。そういや松坂大輔からプロ第1号を放ってなかったっけ、この吉川は。名古屋ドームかどっかね、いや東京ドームだったかな、打ってた記憶があるぞ。ただここでは打たさへんけどね、このシリーズでは。打つんなら他のやつから勝手に打て。ライト、うわー、さっき外野飛ばされることもほとんどね少なかったですから、ちょっと今ヒヤッとしたね。打力は2軍のチームあるのかもしれないけど、守備に関してはやっぱいろいろとねマイナスを抱えているやつらばっかでしょ。
さっきまずいプレーあったしね、ドラゴンボール開幕されたし、あれが怖いわ。あれやめてね、失点したらアウト、何度だって言うよ。これはセンター、あー前に落とすか。なりきりプレーなんでこの辺は歯がゆいよね。プレイヤーが操作してたら取れる打球もあるんだろうけど、操作できない。あくまでも松坂大輔ピックアップして進めていくことになるんだよね。初回から大きなピンチだ。マルちゃん言うほどパワーはないからね、そんな警戒もしなくていい、ぐいぐい行こう。わ、これもなんかさっきからねやたらと詰まって落ちてる。ほんでお前もこんな試合で奥井をレフトで使うなよ、あんな36のおっさんね、能力も低い実績もないコネだけで生き残ってるようなやつをね使ってる余裕はないでしょ。お前もっと若いやつおらへんのか。オープン戦やぞ、若手を試す場所やぞ、それで36のおっさん試すんかい。どんな暗黒チームやねん。うーん、いいとこ決まってるんだけどね、ちょっと容体感がね、1軍級の選手なんで怖い。どうだ、センターフライで2つ目のアウトを積み重ねたが、ただ1点取られたら終わりというプレッシャーとの戦いなんでね、ちょっとビビってます。これ待って、守備シフトは定位置か、特に外野前進とか敷いてくれてるわけではない、敷いてほしいですけどね、こういうシチュエーションなんで。まあ外野飛ばさせないことだ、あまりにも飛びすぎてる。伸びのあるストレート、このカットボールで仕留めたい。これで終わってるはずなのに。戦力よし、勝った勝った勝った、よーし、松坂の力が勝ったね。確かに全盛期ほどの球速はないのかもしれないけどもね、ただまだ力はあるよ、それなりの力はね。よっしゃー、耐えたぞ、1回だけ。2回抑えないとほらね、来ますから。初回からこの球数はあかんな。あーでスタミナもねちょっと窮屈になってきたぞ、まともちょっと休んでなかったんでね、前回で迎えた試合ではないので窮屈なスタミナになっとるけども、なんとかもう1球サークルチェンジ続けていいと思う。低め、ちょっともうこれがね、もうほんと何球かに1回絶対失投タイム入るよな。これをなくしていこう、もう相手がパワフルなんだから、絶対にお前これやっちゃダメだよ。次はないで、次は見逃してくれへんで、相手もそんな優しないからね。これね、これね、なんだろうな、今まで通りのタイミングで投げていてもミスるんだよな。ライトフライ、あと一つ、巨人戦バッターは辻、戦力外になった男だ。おい、でも松坂大輔が掴んでアウト、ナイスフィールディング、守備もうまいからね、いい反応だった。よーし、これで巨人戦も登板は終了かな。はい、終了ですね。3回から G が出てきました。ほんで中日は取って取られてどうなんねん、勝ち負けはどうでもええけど、まあ、先勝ったんなら今も勝とうよ、引き分けはいらへんでしょう。あー、3対3の引き分けで終わる。さっき勝ったんなら今勝とうよ。1試合目でやっぱ全力出し切ったんちゃうの、だからなんかこの2試合目なんかこんな感じで終わったんちゃうの、もやもやするね。ただ松坂大輔は先発登板でちょっと危ないピンチもありましたが、2回投げての無失点でいいアピールができた。これなら開幕1軍もあるかもしれない、さっきも言ってたけどね、あるかもじゃない、あるんですよ、もうあるところまで来てるんです。あとは松坂大輔自身が掴み取るだけですね、自らの手で。しゃあ、次のオープン戦が始まる前にこれもまた練習でスタミナを上げて、で体力がまずい状態なので次のオープン戦は、うわー、古巣西武戦山賊打線じゃねえか、お前最後に立ちはだかるは大きな壁やぞ、来てくれんなよ。まあ言うてもね、主力はやっぱオープン戦なんで出てないんでね、とはいえど2軍も強力なチームでしょう。怖いチームを迎えることになったね、最後の最後に。え、何これ、カーンカキンだったった、練習の途中。お、松坂オープン戦をやってみて正直どうだ、お前ならまだまだ通用するよな。何このイベント、これ自信を失ってますって言ったらどうなるんでしょうかね。
もしかしたらじゃあ今季限りで引退するかみたいな感じになるんじゃないの。まあ、年齢も30代後半ベテラン選手なのでシーズン前にやっぱこういうことも聞かれるよね。いやでも自信なんて失ってないですよ、まあ、これから西武戦 をやっていかなきゃダメというところには恐れてますけどね。ただ自信はありますから、任せてくださいだろうな。まだやれるさ、今シーズンも頼むぞ。だからおそらくあの下の方を選択しておいたら今季限りでかっていうことになっていたんじゃないですか。まあもちろんそんなつもりはありませんからね。向かいましょう、最後の西武戦。ここを抑えれば開幕1軍をつかみ取れる。でやっぱさっきも言ったけどね、ほら2軍選手で組まれているので主力はいない。とはいえど息のいい若いやつも西武には多いでしょう。怖いわ、やっぱ山賊打線の DNA をね少なからず持ってる2軍の選手たちだからね、ここで発揮すんなよそれ。松坂大輔に忖度しろ、ここだけはシーズン中はボコしてもいいからね。まあ、まだ松坂大輔が中日ドラゴンズに加入して西武戦っていうのは一度も登板したことないんだよね。去年ねもう実現するとこまで行ってたんですけどね、ただ試合前になんか体調壊して結局別のピッチャーが投げることになってね、実際に登板はなかったわけですが、一足先にオープン戦、そして主力はいない西武戦相手にこのオープン戦で最後投げることになります。2試合に投げていい結果は出せている、そして好調で迎える試合なのでね、これまで以上に結果は出しやすくなってる。3試合目の登板ですからもう言い訳はできないね。ここで全てを出し切ろう。監督に言ったんだからね、自信あると宣言したんだから、その自信を結果で示す。大丈夫っす森重監督、僕はやれるっす、俺やれるっすってところをね期待に応えないと。いこう、直球空振り、少し迷ったか。このカットボール、左バッターに対してはもうこのインをズバズバついていく。しつこいようですが何球投げてもいいんじゃないかな。ほらーすごい曲がるから、ふう気持ちよく三振取れる。まあ相手が2軍級の選手ということももちろんあるんだろうけどね、1軍級ならそんな簡単にねカウントも稼がなければあんな簡単に三振も取れないだろうけどもね。これもカットボール、いやナイスピッチじゃないとダメなんだよな。ほんでストライクからボールのギリギリに決まるやつじゃないと、大きく外れるとやっぱパワフルは振ってくれなくなるね。ここでヒット、全力に合わせてくるか。まあうまくなんとか抑えよう。これ牽制とかもしておいた方がいいね、二塁に行かれると失点のリスクが高まりすぎる。特にこのチーム守備があれやから。センターフライ、はいオッケー、2アウト。巨人戦同様初回にピンチャー招い通るけども、ただあと一つバッター坂田能力、まあパワーはあるし弾道もあるけども、それまあでもそこまででもないかな。これはセカンド掴んで、よーし初回抑えてあと1イニング抑えれば開幕1軍を掴めるぞ。やるぞやるぞ、やらねばならぬぞ。行こう、バッターは山田。この選手あれだな、去年確かなんかホームラン打ってた、プロ初安打初ホームランじゃなかったっけな、そういうシナリオもありましたよね。ライブシナリオに僕もピーマンチャンネルで投稿した記憶があるんですけどね、山田遥かだっけ、名前がなんか女の子っぽいんだよね。おそのバッターを抑えて、なんか投げるの遅い、やっぱ守備のもたつきいろいろと感じるわ。投げるまでのモーションの遅さね、あれ左バッターなんだ余裕で内野安打っすよ。右で助かった。投げました、ストレートはボール。ちょっとサードにも打たせない方が良さそうだね。ショート、これは大丈夫、相手はあと一つです。戸川という選手、まあ走力はあるだけで打力は1軍級ではない、ザ2軍って感じの選手だね。足はあるけど技術も力もない、そんなやつは平成の怪物の敵でもない。ズバッと三振、イエーイ、これで松坂大輔の開幕一軍はまあ皆まで言う必要はないでしょうね。あとは後に分かることですから、まあこの試合を終えていきましょうか。チームは4対3で逃げ切り成功。ただ今一挙3点入ったからね、やっぱ山賊打線の DNA を持ってる子たちなのでね、松坂大輔が登板してる最中にあの爆発がなくてよかったですよ。今日は先発登板で2回無失点という投球内容だった。松坂バッチリ仕上げてきてるな。
これなら開幕1軍もあるかも。なんかもってなんだよ、3試合連続かもかも、うるせえなお前よ。あるだろもうよ。かもじゃねえよ。やるべきことは全部このオープン戦でやったからね。今日でオープン戦も終了して来週から開幕だ。開幕まで体を休めてしっかり準備しておくように。解散で俺は松坂は松坂、オープン戦の結果開幕は1軍で試してみる。よーし、思い切ってプレイするんだ。わかりました。で一応聞いておくが、起用法に希望はあるか。いや、もう先発ですよね。日米200勝を挙げることが目的で中継ぎ抑えやってどないすんねんっていう話ですからね。それ以外はやらない、先発です。開幕1軍が決定し調子も上がる、いろんな経験値も上がり能力もアップだ。いやー、よかったですね。ひとまず目的にしていた開幕1軍、ただそれだけです。だから何なの、1軍で勝利を積み重ねていかないとダメなんですからね。スタートラインに立っただけで、どういうスタートダッシュを切るかどうかは次回の動画で開幕戦をプレイしていくのでね。さあ今日からですね、ペナントレースが開幕するわけですけども、松坂大輔が投げるのは開幕戦の広島戦ではなくて、開幕2カード目の巨人戦の2戦目登板予定ということになりますので、まあ、自分の投げない試合マイライフはね、投手ではもう結果を見守ることしかできないので、ちょっと見ていきましょう。どうだ、中日が勝ってくれたらいいけどね。開幕戦、あんま勝ってなかったような記憶があるんですけど、どうですかその辺ね。あ、1勝1敗の1引き分けですね。まあ広島相手にこの結果っていうのは十分でしょうね。2018年の丸がいる広島相手にこれですからね。2019年ならまだしも、18年にこれをできているっていうことは素晴らしいことですよ。実況1回目の今回はこれにて終わりにして、次回の動画で2018年松坂大輔の開幕ゲーム4月4日ホームで行われる巨人戦をプレイしていくからね。これからほぼ毎日ピーマンチャンネルで松坂大輔のレジェンド物語を動画投稿させていただく予定なので、新たな年号が迎えるその前に日米通算200勝必ずや達成できるようにやっていきます。これからぜひ見ていただけると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。